ではお時間になりましたので、これより Q&A セッションを始めさせていただきます。では先生方よろしくお願いします。本日たくさんの質問をいただいております。で、その中でですね、まず先生、臨床試験の、工藤先生が臨床試験のお話しされた中で、いくつか質問があるから方から質問をさせていただきたいと思います。まず臨床試験の人数、さっき1000人とか500人とかそういうことをおっしゃっていましたけれども、実際にじゃあ何人ぐらいだったら十分なるかと、目安、じゃあこれは武田先生から、回答していただければと思います。実はですね、その2つの、調べたいことがある、調べたいことが1つあるわけなんですけども、要するにどちらの治療法がいいかっていうことになりますね。治療法 A と B、 そうするとその治療効果がどれぐらいの差があるか、これによってその必要な人数っていうのは変わってくるんですよね。要するに、ものすごくその A と B との治療法が明らかに違うような場合、これひょっとすると3人ずつぐらいやって、3人全部聞いた、3人全然聞かなかったっていうものすごい差があれば、それで証明ができるかと思うんですけども、実はそこは統計学の力でね、計算をするんですよね。そうするともう、5年生存率にして5%ぐらいの差があるっていうような治療法を比較する場合には、確かにこれも計算するとおそらく1000人単位に人数でその聞いた聞かないかを累積してですね、見ていかないといけないっていうことになりますので、だいたいそうですね、今生存期間っていうので、ハザード比っていうような言葉はあるんですけどもね、全体として何パーセントぐらい死亡のリスクを落とすかっていうようなこと、そういうような数字で計算していくと、そうですね、25%ぐらいの差があれば、を見積もれば、おそらく200、300人っていうようなところなんでしょうけども、これはもういろいろ詳しく見ていかないとダメですね。非常に予後のいい、患者群でやると、症例数は患者数は増えてきますし、あんまり治療がもともと効かない、そういうような難治性のものであれば、その差が、少しでも、少し症例数が少なくてもというようなことでありますので、だいたいそういう人数っていうのはそういうようなところから計算しております。ありがとうございます。それでですね、工藤先生、先ほどですね、pH は少なければ少ない方がいいという、小さければ小さい方がいいと言われましたけれども、じゃあ実際に pH ってどのぐらい小さければいいのかということを教えてほしいという質問あります。私、スライドに出したところをちょっと端折って飛ばして言わなかったんですけれども、すみません。pH がどれぐらい低かったら意味のあることとみなそうっていうルールを作るんですね。それがだいたい0.05%なんですけれども、0.05よりも小さかったら本当に意味のあるものだとみなそうっていうふうに、みんなの中でこうルールを作ったんです。で、つまりその偶然差ができる可能性が5%よりも低い時はもう本当に差があるんだっていうふうにみなすというふうに設定する形になりますので、もっと低ければもちろんいいんですけれども、もう0.05というのを境目にしている試験が多いです。100%ではないですけれども。ありがとうございます。これはもう本当に皆さんのコンセンサスというか、統計学の話なんですけども、5%を言うたら20回に1回ですよね。だから、そういうような結果は、もしサイコロを振って、サイコロっていうのは6分の1で必ず出るという、そういうものであれば、20回に1回ぐらい偶然が、起こるのは、珍しいことだし、それはそれで、やっぱり真実差があるんだろうっていうふうに見ると、そこが0.05の、決め方のところですね。これ、多分生物統計だけじゃなくて、いろんなところでその数字は使われているんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。あと、またこの方からですね、プラセボについて先生いろいろとお話しされましたけれども、それでもやはりがんの治験についてプラセボというものは本当に存在するんですかという質問がございますが、いかがでしょうか。
先ほどもまあちらっと口にしたんですが、すべての抗がん剤を使い切ってしまって、あと使う抗がん剤がないという患者さんに対しての標準治療っていうのは症状緩和治療なんです。ベストサポーティブケアっていうふうな言葉を使う、BSC という言葉を使うんですけど、すべてを使ってもうあとやることがない、やる抗がん剤がないっていう患者さんには使うものがないので、症状を取るための緩和治療っていうのが標準治療になります。で、その方と、その方にを対象に新薬を投与して本当に効くかどうかわからない、しかも先ほどお示ししたように副作用でむしろ命縮めてしまうかもしれないっていう新薬の効果を評価するときには、標準治療は何も投与しないというのがその時点の患者さんの標準治療ですから、プラセボというのが存在します。で、その一番最後の段階の患者さんでなくてもですね、一番そのもうこれから抗がん剤治療を新たにやりますという患者さんであっても、今やっている、標準治療最低限の、もう私立病院や大学病院でやっている普通の治療に上乗せするかどうかという時はやはりプラセボを使います。で、よくそのお話をするとそれはモルモットかというふうに言われるんですけど、そういう話ではないんですね。スライド上でもお示ししたように、聞いてほしいし、その薬の評価もきっちりしたい。で、中途半端な試験をやって効きもしない毒しかない薬を世に出してしまったら、もっともっと多くの患者さんが不利益を被ってしまうということで、プラセボが絶対正しいとは心情的に思えないのは私も一緒です。なんですが、間違った結果を世に残していかないための残念ながら必要悪なのかもしれません。その場合患者さんの同意というのはどうなるんですか？それはもうプラセボが例えば1対50% の確率で当たりますとか 30% の確率で当たりますっていうのはお話しします。そして患者さんがイエスと言ったときに、そうですね、その試験に登録という形になります。で、ただ、その例えばプラセボとその実薬が入っている試験に例えば入らなければ、通常の一般診療でやるとなると、要するに 100% プラセボに当たっているのと一緒なんですよね。新薬が入らないということは間違いないわけだから、プラセボは偽が入るっていうマイナスじゃなくて、ただ単に通常の治療のまんまですよっていうことになると思います。プラセボっていうのは偽薬って偽薬と、言葉で字で書けばそうですけども、実はいろいろと考えられてましてね、別に何も治療しないわけじゃないんですよね。その時点での標準的な治療プラスプラセボなんですよね。で、片方はそれプラス、それこそ実験薬ですよ。新しい薬っていうのはね、ひょっとすると、マイナスに働く可能性だってある。こういうようなところで、その試験が成り立つっていうようなとこで、こういうことはですね、もちろん我々研究者も考えてるんですけども、それこそその研究の倫理審査委員会ですね、そういうようなところで十分にその、倫理性について、もちろん科学性もそうなんですよね。で、これ科学性の方で言いますと、この臨床試験やるのにバイアスって言いますけど、それを省く方向としてはこのプラセボを使う二重盲検試験っていうのが最も今そのバイアスを省く方法だっていうふうには言われております。ありがとうございます。私の方からもですね、少し補足しますと、臨床試験に入るときにはですね、必ず文書で、同意を取ってから入りますので、参加していただきますので、いきなり治験に入るとかそういうことはないので、その点はご安心してください。あと、その際にですね、これは法律上で必ず、主治医の治験の主治医の先生が必ず、長い時間をかけてお話しすることと、あと長い時間その場で回答をいただくのではなくて、長い時間ですね、ご検討いただいた上で参加いただくことになりますので、その点はご安心いただければと思っております。それではですね、今度はですね、やはり免疫チェックポイント阻害薬の質問多くあります。まずはじめにですね、やはり皆さんの保険適用時期、特に大腸がん分野において見通しはどうですか、
あとですね、あと遺伝子異常者の、MSI の範囲の方って何パーセントいらっしゃいますか。さらにはですね、検査は適用になっても、使用できるんですか、保険適用として使用できるんですかといったことの質問がありますので、では武田先生、全体のこともこの方言われてますので、他の MSI 範囲はどうですかとも言われているので、その点も絡めながらお話ししていただければと思います。そうですね、この免疫チェックポイント阻害剤はそういうか方に対しては非常に治療効果が高いというようなことが示されてますね。で、アメリカの方ではFDA 承認が、降りているというようなことで、これ日本でも近々、今まだ治験中なんですよね。もう大腸に関してはそうです、治験中ですよね、ですからその結果が出次第、日本人でもそれが同じことが言えば、おそらく承認になるんじゃないかなと。ただ今までは、大腸がんとか いろんながんで、がん種ごとに承認されてましたので、これはちょっとくくりが違いますよね、今までとは。そういうようなところで、いわゆるこう検査結果によってがん種に問わずっていうようなことで、ある意味ちょっと画期的な承認の方法、承認の仕方になるんじゃないかなというふうには思いますが、おそらく、アメリカの例をから行くと日本も同じような結果が出てきて、同じような、承認がなるんじゃないかなというふうになると思います。で、当然そのためには検査方法、これをしっかりと規定しないといけないわけなんですよね、信頼性のできる方法というようなことで、それも同時に保険適用というか、その検査をして、免疫チェックポイントの、治療をしてくださいっていう、そういう適用になるかと思いますので、それと同時になるのか少しずれるかは知りませんけど、かもしれないですけども、セットでっていうようなことになるんだろうと思います。MSI は他のがんにもあると思うんですけれども、どうですか、例えば、肺がんだとか胃がんにおいても、出てくると思います。それはだからその検査を、おそらく今多いのが大腸がんなんですよね。リンチ症候群っていうような言い方をしています。いろんなところにがんが出てくるんですよね。そういうがん体質って言ったらいいんでしょうか。そういうようなことになりますね。はい、それは分かってるんですね。したがって他のがんにおいても MSI がマイナスと、免疫チェックポイントの効果の有無はデータは出てるんですか。あまりは出てないと思います。というのは数が少ないですからね。だから明らかなものは出ていないですけども、そういうようなことが報告はありますので、エビデンスとしてはレベルは低いかもしれないですけども、効くんではないだろうか。で、当然保険適用になればそういうようなことで、実際にやられるわけですから、そうすると非常にそういうデータの蓄積というのは進むだろうと思います。大腸がんで MSI が肺の患者さんというのは、切除不能大腸がん、再発大腸がんの患者さんの研究によっては 2% というふうに言っているところもありますし、 4% と言っているところもあります。いずれにしても非常に少ないですね。で、大腸がんで MSI 肺に対しての治療開発、免疫チェックポイント阻害剤の治療開発が進んでいるんですが、一方で大腸がん以外の消化器がんというくくりで、もう胃がんであろうと食道がんであろうと膵臓がんであろうと、MSI 肺の患者さんを対象にした、免疫チェックポイント阻害剤の治験も進んでおります。で、母数としてじゃあ大腸がん以外の消化器がんは何パーセントあるんですかというのはまだちょっとわからないところがあるんですが、やっぱり多いわけではないということですので、消化器がんに関して言えばその約数パーセントという対象の患者さんを狙った治療が今日お示ししたものになりますので、他にどういう要素があれば免疫チェックポイント阻害剤が効くのかというのが今盛んに探されているところになります。先生、私からちょっと質問なんですけれども、マイクロリンチ症候群の確定診断のために MSI は保険適用で測れた気もするんですけど、その点補足があればお願いします。リンチ症候群という家族性、大腸がんと、遺伝するような大腸がんがあるんですけれども、本当に、例えば
若年で10代とか20代前半で大腸がんになってしまうような普通では考えられないような、まあ、発がんの時期という方はもしかしたら遺伝性の大腸がんの可能性があります。でそれに対してはその MSI というのを測ります。で MSI というのを測ってその MSI ハイ高値ですねに出た中で約半数の方が遺伝性のものだと言われています。でその残りの半数の人はその人だけにポツンと出てきたいきなり突如出てきたものだというふうにされてますのでそれは保険適用になってます。あの遺伝性の大腸がんかどうかリンチ症候群かどうかを調べるために MSI 検査というのはもうすでに保険収載されています。ただその全ての大腸がんの患者さんに MSI を測ることは現時点ではできません。はい、例えば75歳ですともう遺伝性のがんにしては出るの遅すぎるよねっていう患者さんにもう MSI を測るためだけに測るっていうのは保健所を認められてないんですね。明らかに家族性の大腸がんであろうというふうに臨床状況が固まった人には保険適用できるという形になりますので誰でも彼でもその現時点で保険適用になるというわけでは残念ながらありません。ただそのペンブロリズマブが承認されればですねされれば大腸がんの人であればもう何歳であろうと男女どっちであろうと測っていいよっていう時代になるかもしれません。ありがとうございます。それでですねその今大腸がん MSI 入れないと、まあ、効果がないということなんですけれどもまあ、他の例えばメック阻害薬とか放射線療法とかそういったものの組み合わせで多少効果が出そうだなみたいな結果が出ているのではないですかという質問があるのですけれどもいかがですか。免疫チェックポイント阻害剤が働いて白血球ががんを攻撃できるようになる要素としてみんな同じように見える大腸がんだったら兵隊である白血球が攻撃しづらいんですね。であるやつは金髪してるしあるやつは鼻にピアス入ってるしっていう状況だったら変だって思って攻撃しやすいんですよ。で、それの一つの要素としてそのさっき言ったDNA の遺伝子の修復がうまくできない人たちっていうのが MSI ハイの患者さんなんですけどそれ以外にも外的要因として放射線かけたとか抗がん剤で攻撃したってなると DNA になんか乱れが生じている場合があるんじゃないかというふうに予想されていてそういう、こう強い治療をした後は免疫チェックポイント阻害剤がより効くんではないかっていうふうに期待がされています。ですのでまだそこまで確定的なデータは得られてないんですけれども今のこの免疫チェックポイント阻害剤っていろんな抗がん剤やら放射線やらもとことんまでやった人の方が効くんでないかっていう考え方とむしろその自分の免疫系がしっかりしている抗がん剤でいじめられてないピンピンしている体調の時に免疫チェックポイント阻害剤を入れた方がより免疫系が働いてがんを小さくなるんではないかっていう相反する考えがどちつかずの状態でちょっと今さまよっている状況になります。ありがとうございます。それではですね、次にですね、まあ、よく大腸がんはですね、ステージ4でも抗がん剤が劇的に効いたりすると、まあ、手術ができる可能性があると思うんですけれども、まあ、それに対して、まあ、本当にオペはできないんですかといったところについて、まあ、解説していただければと思います。ステージ4もしくは再発大腸がんの場合私が患者さんの目の前にして言うのはこれ抗がん剤が効いて切除できるかもしれない手術できるかもしれない可能性はもちろんありますと。ただし 100% とは残念ながら言えません。効かなくてすごく小さくなったけど切除できない数は減らなくて切除できないまんまで抗がん剤で抑え続けていくことになる可能性もやっぱり十分ありますと。なのですごく薬が効いて切除できるかもしれないっていう希望はもちろん持っててほしいし頑張ってほしいんだけれどもそういうふうにならないこともあってそうならないと自分の余命がそこから何年って限られてしまうので切除できないこともあるんだそれを見据えてそのやり残すことないように時間を過ごしてほしいというお話はさせていただいてます。ですので絶対切除できないというふうには思っておりませんし私らも切除を目指して治療していることは間違いないんです。ただ確率論的には切除できない患者さんも多いというのが現実にはなります。武田先生こういうそのステージ4で、まあ、
抗がん剤が劇的に効いて、それで切除できるようながんってあんまり多くないと思うんですけれども、その点どう思われますかね。そうですよね、確かに今まではですね、外科切除っていうのが、がん治療の本当に主力、他がなかったわけなんですよね。ですが、最近これだけ薬物療法、進歩してきてますので、現実には薬物療法のみで、随分と治療成績が上がっている。大腸がんで言えば、10ヶ月ぐらいだったのが30ヶ月ですからね。この進歩があるわけですから、ただ外科切除というのもがん治療の一つの柱でありますので、全くそれを、考慮に入れないというわけではないんです。やはり状況によってはそういう力も借りないといけないことが起こってくる。でまた逆に、切除ができるかもしれない、でもちょっと切除だけではっていうようなことで、今、集学的治療っていうようなことで、薬物療法をやって、でそこから手術に持っていく、こういうような治療法も研究されてますし、それから逆に最初はどうも、手術はできそうにないんだなって思ってたんだけども、治療をやってるうちに状況が変わってですね、切除ができる、コンバージョンっていうようなことを言いますけども、そういうようなことも、随時随時視野に入れて治療をしているっていうのが現状だろうと思います。ありがとうございます。工藤先生、補足ございますか。大丈夫ですか。それではですね、今大腸がコンバージョンセラピーとかコンバージョンサージェリーというふうに言うと思うんですけれども、特に肝転移ですよね、があってもですね、治療の成績によっては手術ができる可能性があると。ただその確率は人それぞれですし、まずはその目の前の治療に集中して備えてくださいということだと思いますので、そうですね、こういう会やりますと転移性のがん患者さんかなり多いですけれども、大腸がんに関しては他のがんとは違ってですね、可能性が、治癒の可能性があるといったところを、ご理解いただければと思っています。でこれからです、その転移なんですけれども、こういう質問もあります。骨転移をした場合にどういった治療が、支持療法とかだと思う、対症療法とかだと思うんですけど、どういった治療法とか、対症療法がありますか。あと、メンタルケアについて知りたいということなので、武田先生ですかね。骨転移ですよね。こちらの方もですね、以前あまりいい治療法っていうのがなかったっていうこともあるんでしょうけども、最近いろんなことが出てきています。で特に骨転移はですね、痛いんですよね、あれ。そうするとやはりそういう痛みの治療っていうことが重要になってきます。一番骨転移の痛みの治療として強力なのが放射線治療っていうようなことになりますね。それからもちろんモルヒネとかそういう強い痛み止めを使ってですね、痛みを緩和する、こういうような治療っていうのが主体になってくるのかと思います。でさらには最近は薬物療法ですね、ビスフォスフォネートとか、そういうような薬が出てきてますので、いわゆる骨収縮薬っていうやつですね、それにおいて、骨折のリスクとかそういうものを下げるっていうことは、これは臨床試験で証明されてますので、そういうような治療を組み合わせて、治療法としてはいろんなものがあって、QOL を上げるような方向でっていうようなことになるかと思います。で、特にその骨転移っていうことになれば、その痛みのコントロールっていうのが非常に重要になってきますね。でこれは、その先ほどメンタルケアはっていうようなことがあるんですけども、このあたりも重要だろうと思うんですよね。で最近どこの病院でもですね、いわゆる拠点病院って言われるようなところにはですね、専門のがん看護のナース、疼痛緩和のナースっていうのがいますので、その方たちのいろいろアドバイスですね、これ日常生活においての注意事項とかそういうようなことも本当に詳しく説明していただいて指導してくれますので、そのあたりに相談されるのが一ついいのかなというふうに思います。すいません、ですね、この方はもう少し詳しく言いますと、大腸がんステージ4でですね、骨転移がありまして、オペができないため抗がん剤治療及び放射線療法のみをやっていますと。
言ったところで、それでですね、おそらく股関節と頸椎に、まあ、転移があって、今歩けない状況です、ですということで、でこれでまた歩けるようにはなります、まあ、この状況だけだと言えないと思うんですけど、まあ、ご経験上こういう方がですね、そうですね、そういう状況になるかと、まあ、放射線治療なんかも少し効果が出てくるまでに時間もかかるかと思いますので、それからもう一つはですね、今の状況歩けないということですけども、それをその状態さらに悪くしないということも重要なんですよね。まあ、そのあたりを考えながら今治療をされしていただいているんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。ですね、もう一つ副作用、ここの副作用というよりも術後 の, 合併症ですねの質問がございまして、再発大腸がんで頻回に術後の後遺症なのか腸閉塞、おそらく再発されて、まあ、手術もまあ何回かされていると、それでその術後の後遺症で腸閉塞がまあかなり起こっていまして、救急診療科にまあお世話になっていますと。で1年前に腸閉塞で緊急入院手術をして、今落ち着いていますが今後も起こらないと言えないと言われていますということで、この腸閉塞をまあコントロールするのに、まあ、食事療法とか、あとまあ漢方ですね、大腱中湯とか、そういったものがまあ有効なのか、まあ、有効な可能性があるのかと。あとこの方80歳みたいですね、お母様が。で、で高齢者に対する治療ガイドラインがまあ合わせてあればご教示くださいということですので、では工藤先生よろしくお願いします。お腹の、まあ、腹腔内の手術、特に複数回の手術の後に腸閉塞が起こりやすいというのはやっぱり我々もよく経験します。それで例えば皮膚に傷ができた時に本当にきれいに治る人もいればケロイド状になっちゃう方もいるので、お腹の中もそうなんですね。もうあちこちひっついてしまって治るような方もいれば、 そういうひっつくのがないような感じでスパッときれいに治る方もいるので、体質っていうところもあるんですが、やはり何回も手術の侵襲が加わっているとどうしてもこうスムーズな腸間膜というかこうくっつき方にはなってないと思います。で腸閉塞を何回も繰り返されるというのは非常に、ま気の毒な話で、私も受け持ちの患者さんでそういう方がおられるんですけれども、原因が便が詰まりやすいことによって起こるんであれば、例えば大腱中湯とか緩解剤っていって柔らかくする薬ですね、柔らかくする薬を飲んでいただくことによって腸閉塞のリスクは減らせると思います。ただし一方で本当にさっき言ったみたいに腸がもう変に ひっついてしまっているという方は、その内服薬でもコントロールが難しい場合も多いですので、なのでそれを指して多分その主治医の先生は今後の腸閉塞の可能性もやっぱり否定できないよっていうふうにおっしゃったんだと思います。でどっか一箇所が ものすごく狭くなってて、そこを解除すればなんとかなるっていう場合はいいんですけれども、その解除するための手術をしたことによってまたさらにこうひっつきがひどくなって、お腹の中のこう癒着とかがですね進行してしまった場合にはかえって逆効果になるので、手術で腸閉塞を起こりにくくするっていうのはなかなかやっていないことが多いですね。ありがとうございます。それではですね、最後の質問というか、まあ、だいたい回答していただいていると思うんですけれども、ちょっと一点戻ってしまいますが、まあ、ザルトラップとあとサイラムダの使い分けについてご教授いただきたいと、まあまあ、同じような薬剤ですので、はい、なんか専門家の方が混じっておられるようですけれども、ザルトラップもサイラムザも血管新生阻害薬というものでありまして、大腸がんの二次治療においてデータが出ています。それデータというのはエビデンスっていうふうに言うんですけど、エビデンスが出ています。で現在どっちどういうケースではどっちを使った方がいいかっていうのは実は分かっておりません。で治験に参加された患者さんの、まあ、採血の中に含まれている成分を見て、まあ、バイオマーカーっていうんですけれども、そのバイオマーカーを見てこの項目が高かったらこっちの薬使った方がいいんではないかっていうような研究が、まあ、製薬企業をはじめ一生懸命やられているんですけれども、アバスチン、ベバシズマブですね、それからサイラムザ、ラムシルマブ、
それからアフリベルセプトのザルトラップ、この3剤を使い分けようというふうになったときに、まだ回答がないのは正直なところ事実であります。すいません、大変難しい質問にありがとうございます。それではですね、お時間になりましたので、最後にですね、工藤先生と武田先生より一言メッセージをいただければと思います。よろしくお願いします。 まずはでは武田先生からお願いします。約90分今日はいろんなことを勉強できたんじゃないかなと思います。特に基本的な生存曲線の見方とか、そういうようなことを今日ね3回目にして初めて説明させていただいたっていうようなところで、皆さんもねいろんなところでお勉強されてる方が多いかと思いますので、ご存知だったのかもしれませんけども、またそういう基本なことももう一度考え直してみるっていうのもいい機会だったんじゃないかなと思います。今日は割とたくさんの質問に答えれたかと思います。特に個別な形に対してでも答えれたっていうようなこともありますので、今後またこういうような、形でですね、皆さんからのご質問をお受けしたいと思いますので、また第4回目来月もやりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私からのメッセージといたしましては、僕もがんで死ぬと思ってます。で自分が今医者だから患者さんを治療するっていう、視点もないわけじゃないんですけど、僕もおそらくがんで死ぬだろうと。なので、自分が築き上げていって、形になっていったデータになっていったものはやがて自分に返ってくるだろうし、その時に若い医者に見てもらうことになるので、医学教育っていうのは非常に一生懸命やらなきゃならないなと思ってます。なので、皆さんの中に大腸がんの方がいるとすればですね、いるとすれば人事じゃないなって僕も思ってるので、そういう感覚で近い位置で診療していければなというふうに思ってますので、がんに負けないで頑張ってください。以上です。ありがとうございます。それではですね、3月のですね、大阪オンコロジーミーツザキャンサーエキスパーツをあと終了いたしたいと思います。